今日はですね、一応ゴルフ部決起会ということで、男子ゴルフ部、女子ゴルフ部で100切りチャレンジャーっていう一応3つのブロックになってまして、まあ今日はあの決起会ということで、まあみんなで、これから切磋琢磨してゴルフ上達目指そうっていう、まあ顔をなんとなくこんな人いるんだなっていうところで、よろしくお願いします。メンバー紹介、1人目、100切りチャレンジャーからいきたいと思います。はい、名前とベストスコア、ゴルフ歴、目標。名前、おびちゃんです。ベストスコアは115です。ゴルフ歴は1年半、目標は年内に100切りしていこうと思ってます。はい、頑張ってください。いい汗かいてますね。めちゃくちゃ汗かいてます。はい、ということで一発披露ということで、今100切りメンバーの人はこの脇に挟んで打つっていう、このハウススイング極めようっていうテーマなんで、はい、いやでもおびちゃん、前回の練習会に比べたらちょっと雰囲気は良くなってますね。縮こまんないようにね、伸ばしてあげて、腕をこうまっすぐターゲットに向いたら OK。 ありがとうございます。次行きます。ポンポン行きましょう。では自己紹介お願いします。名前はレイちゃんです。レイちゃん、はい、ベストスコアは107で、ゴルフ歴は半年ちょっとです。目標はまずは100切りマリディスティでして、さらには後ろの白ティーでも100切りできるように頑張っていきたいなと思います。頑張ってください、はい、じゃあちょっと現状のスイングチェックということで、はい、OK、 方向はいい。たださっき目標で言ったこう縮こまらないように注意しようっていう感じ、フィニッシュがもうちょっと伸びるのといいのと、もう一回グリップ握ってみて、もう少し左手はこの手首を内側、この拳が1個2個しっかり見えるように、ちょっとグリップ気をつけて。グリップ大事です、はい、半年なんでまだまだ基本のところがね、はい、ちょっと定着しないと思いますけど、はい、頑張ってください。意識してやってます。はい、3人目、はい、自己紹介お願いします。7です。自己ベストは113です。目標は年内に100切りを目標にしております。ゴルフ歴はどんくらいですか。ゴルフ歴は1年半ぐらいです。1年半、はい、もうすぐ一気にこう爆発する時ですね。じゃあスコアは、そうですね、はい、じゃあ1球お願いします、はい、お、形フィニッシュはだいぶ良くなってますよ。これあのダフる時が多い場合は足元の体重移動ね、しっかり左に移ってインパクト、右に残ったまま腰がこうやって右にずれて、右残ったまま振るとダフるんで左にしっかり移る。はい、高尾です。高尾さん、今年から始めたので約8ヶ月になります。はい、で一昨日自己ベストが出まして、はい、あの92が92卒業おめでとうございます。あの低く出すっていうところとか10ヤード刻みとかをやっていったら、うん、ピッチングでアプローチ寄せて、ハーフで41、うん、92ってもう、はい、もう80代目の前ですね。ただまあちょ安定的に出せるようになるまでは、まあでね、はい、お世話になりたいな。その動画をぜひ見てくださいっていう練習動画をね、はい、じゃあちょっと一発お願いします。はい、いいですね、いい精度ですね。腕もしっかり伸びてるし体重も左に乗ってるし、ちょっと動きで気になったのは、はい、右腰若干スライドするこのスウェイっていうバックスイングね。右腰の位置はひねった時にこう耐えなきゃいけないね、耐えてねじる、だから外に流れないように。はじめまして、直人です。ベストスコアは、108です。歴は、1年と3ヶ月になります。目標は、はい、今年のですね、夏の終わり8月末までに100切りをしまして、年内90切りを目標としてます。いいラインですね。だいぶこう今特訓中の低い球が上手になってきたんで、はい、うん、引き続き頑張りつつ、まあ、最近のちょっと課題はね、回りすぎないように注意しましょうねっていう、はい、回った時の起き上がり、まあ、ここが入るとやっぱトップになってくるんで、はい、回り方しっかりお腹胸下向いて回れるように、はい、ミユッキーと呼ばれています。はい、はい、ゴルフ歴は1年半です、うん、ベストスコアは、107です。目標は、まあ、皆さんと一緒に、切磋琢磨しながらモチベーションを上げて、なるべく早く100切りを目指したいと思います。
ミッキーさんの経歴がね、はい、面白いんですよね。あ、そうなんです。あの元キャディを9年やってまして。9年、あの、はい、名門ゴルフ場でね。そうです、はい、行って大丈夫ですか、ゴルフ場は。大丈夫です。小金井、はい、小金井カントリークラブ、めちゃくちゃ名門のゴルフ場で9年やってたけど、はい、ゴルフはしなかった。全くです。あのやってたんですけど、お客さんの気持ちを分かるためにやってたんですが、はい、あのゴルフの5の字も全然好きになれなかったというか全くあの全然でもこのタイミングですなんか楽しくなってきちゃったなみたいな。そうですね、あのパートナーがずっとやって私もちょっと始めてみようかなってこの年になってやっと思えて、うん、したらドハマりしてしまったという。なんであの時ハマんなかったんだっていう、本当にあのゴルフ場回れたのにっていう思ってます、はい、ということでじゃあ一球お願いします。はい、うん、いいダウンブローでね、はい、こう上からボールをしっかり押さえつけて、あのいいショットでした。ちょっとバランスがね、少し頭の位置前に突っ込んだ分ということなんで、はい、まあ、素振りしながら頭の位置はフォローのこの手が伸びきってから上がるんですけど、自分の左足を越えないように、前に行かないように、ここにこう壁があるか。いやでもすごいいいショットでしたね。 OK、 引き続き頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、つよしさんです。つよしさん、ゴルフ歴は4年目に入ります。4年目。4年目です。でベストスコア111で、今後の目標なんですけど、9月に帰省するので、その時にまあ地元の友達たちを、まあ、毎回回ってて、まあ、1回100切れてないんで、そこで100切ってドヤ顔したいな、うん、生まれ変わった強しちゃんを見せたいと。そうでございます。いうことですね。はい、なんかスポーツ何やってたんですか。もともと野球です。野球で、はい、やっぱりアライメントスティック置いて、そう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 、まずはシャンク出るときは下向いたまま、お腹胸下向いたまま振る練習から、こう手打ちでいいんで、最初入り方確認して徐々にまた大きく、はい、自己紹介お願いします。はい、野間ちゃんです。野間ちゃん、はい、ベストスコア102で、ゴルフ歴は5年です。まあ、目標はいつまでに100切りって感じですか。年内に100切りできれば。年内100切り、はい、だいぶ3つなのに、まあ、ちょっと時間をかけるタイプですね。じゃあいや、ベストが102なだけで、うん、アベレージが110ぐらいなんで、ちょっといっちゃってる、はい、っていうことなんですけど、はい、じゃあちょっと一球勝負、はいはい、この氷菜で売ってる人形ねハワイの人形を脇に挟んで、だいぶこう膨らんじゃってるんじゃないですか。お、上手に打てましたね。まあ、野間ちゃんは前回のちょっと練習会の時にいたんですけど、やっぱり姿勢がねあんまり良くないよねっていうことで、こう一回一回気をつけして、お腹ここ力入れて頭下げないこと。頭下げると肩こうやって丸くなってくるし、骨盤も前傾できないから、一回ずつお尻の張り、ハムの張りで、お腹が下向いたままこうやってひねって動かせるかどうか。そう、頭動かないよね。頭動かない。そうそうそう、これができる姿勢っていうのをまず大事に、こう起き上がってこないように、うん、でも今のショットは良かったんで、引き続きもうちょっとコンパクトなやつにしましょうか。はい、自己紹介お願いします。はい、リエさんです。リエさん、ゴルフ歴は2年でベストスコアが107です。107、目標はレギュラーティーから100切り90切り目指せるようなかっこいい女性になりたいです。頑張ってください。はい、ということでじゃあ一発いきましょう。はい、はい、オッケーオッケー。まあ、非常にパワフルでね、キレのあるスイングっていう感じで。ありがとうございます。この今脇にこう締めてるものを挟んでる理由は、こうやってバックスイングで開かないことも目標の一つですね。だからやっぱりしっかり曲げてっていいです。これはね、右手は引くっていう、左手は押す。そうそうそう、そうやってやっぱり曲がってきたものがフォローで伸びるっていう。伸びてるのをずっとこうやって動かすんじゃなくて、曲がったのを勢いつけて伸ばす。ニックネームはガッキーです。ニックネームはガッキー、はい、はい、ゴルフ歴は、ゴルフ歴は、半年です。半年、はい、はい、ベストはいくつですか。ベストは125です。125、はい、減らしがいがありますね。そうですね、うん、目標は年内、年内100切りで、あと5ヶ月くらいです。5ヶ月で結構大きな目標があります。1ヶ月に、5打以上減らすっていう。そうですね、まあ、125は伸びしろありますからね。一気に10打、はい、15打、20打バーッと減りますから。おお、だいぶこう体の動きとしてはキレとパワーがあるんですけど、はい、ちょっとまだこう使うタイミングを間違えちゃってる感じで、はい、まあ、素振りをこれからも多くやりながら足をこう動かしてね、で次に体をねじって最後に腕をこうやって振っていく。でそうするとまず腕の力そんなに入れなくてもこうやってクラブ振れるよねっていう、いわゆるこの振り子のリズム、
これくらいで振れるように、まあ、短い距離から今脇に挟んでもらってるんで、腕とクラブのこう振り子のこんくらいのリズムで、うん、そこから始めてって徐々にこうパワーを入れるタイミングっていうのをつかめるといいんで、まあ、力があることはすごいいいことなんですけど使い方間違えるとゴルフは難しくなるんで、はい、はい、ズミです。ズミさん、ゴルフ歴は7年です。7年、100切りはまだなんですか。はい、これはまあそんなに深く付き合ってこなかったんで。そうですね、はい、はい、これからちょっとこれをきっかけにやる気出しちゃおうかなっていう。そうですね、ちょっとちゃんと練習して100切りたいと思います、はい、いつまでに切りますか、目標は。年内で。年内、はい、はい、わかりました。じゃあちょっと今の現状ショット見せていただいて。はい、はい、OK、 だいぶ方向性はいい感じで、この脇を締めるというまず一つの目標は上体との一体感なんですけど、そこにもう一つ腕をしっかり伸ばせる動きも加わるといいです。今は曲がったままこう振ってるんで、ちょっと面も上向いてるんで、そこにこの右手が最後曲がってた右手が伸びるっていうこの要素を加えて、まあ、もう少し面が立ってあの弾道をもうちょっと低くできたらいいですね。この練習においては低い球出るようにちょっと頑張ってください。しみたけと言います。しみたけ選手、はい、ゴルフ歴は。ゴルフ歴は、1年3ヶ月ほどになります、はい、ベストはいくつですか。ベストは、104です。104、はい、ゴルフにまだラウンドにそんなに行ってないっていう。あ、そうですね、先日2回目のラウンドに、はい、1年3ヶ月で2回しかラウンドしてない、はい、まだしてないです。でもまあ数打ち当たるだからそのうちもう切れちゃうかもっていうね、はい、レベルなんですけど。そうですね、まあ切れたらいいなと思って、はい、じゃあちょっと一発お願いします、はい、わかりました。はい、完璧ですね。ちょっと気になったのは少し頭の位置前に行くのが早いかなという感じ。ちょっとだけ左にこう流れるのが、だから重心がこう高く動いてくると、まあ、長いクラブやっぱ振り遅れてスライスしたりするから、フォローで手が伸びてくるところまでやっぱ頭の位置ずらさない、そこからやっぱ左足しっかり力抜かないように起き上がっていって、頭がまあできるだけ前にこう行かないように、その場からまあちょっと引っ張られて前には来ますけど、そこだけかな、はい、軸をしっかり保ったスイングをするっていう。 OK です。はい、女子部の方から。じゃあ僕ここにちょっとね、あの座らせてもらいます。もう、はい、体力の限界になってきたんで。はい、まゆです。まゆちゃん、はい、ゴルフ歴は、ま、2年ないぐらいです。はい、ベストはいくつですか。ベストスコア96です。96、はい、表は、90ギリです。90ギリ、はい、まあ、できれば年内に OK です。いきたいです。じゃあちょっと一発見てくれというショットお願いします。はい、はい、おいしょ。お姉ちゃんの長そうに見えるんですけど、それメンズのめちゃくちゃいいショットでした。ありがとうございます。はい、たかちゃんです。たかちゃんです、はい、よろしくお願いします。ゴルフ歴はお願いします。ゴルフ歴はちゃんと始めてから4年です。4年、はい、ベストスコア一応90、1回だけ、はい、はい、目標は、まあ、まず90切りなんですが、ゴルフスクール内にあるあのリラクゼーションサロンで整体をやってるので、はい、ゴルフをやってる人が100歳まで元気にゴルフができるようになるように、はい、自分がしっかりゴルフをできるようになって、なので90切りと言わずもっと上を目指してやっていきたいと思ってます、はい、でゴルフで体をちょっと痛めてる方の手助けもしている、はい、ということですね。はい、そうです。僕今もうめちゃくちゃ腰痛くてもう座ってるんですけどもうその辺でなんか見たいぐらいです。すいません、本当に、はい、あのちょっとタイミングがあればお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ということで1球お願いします。はい、おー、パワフルですね。あのいわゆる飛ばないスライス軌道で200ヤードぐらいキャリーしてるんで、もっと効率よくなってくればね、250ヤードも夢じゃないかなっていう。まあやっぱりアウトサイドインの軌道なんで、練習としてはアライメントスティック、棒をねちょっとインサイドから来る方向に置いて、まずは脇締めて横振り、正面衝突するっていう軌道をしっかり習得して、そこから腕をもっともっとこううまく使える、早く使えるようにっていう練習ですね。お名前お願いします。はい、福ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします、福ちゃん。はい、ゴルフ歴は。はい、ゴルフ歴はみっちり5年半です。ベストは赤73、白84です。73。これからの目標は。これからの目標はとにかくゴルフが上手くなりたいっていう気持ちだけでずっとやってきたんですけど、なんか目標がないなって思ってた時にあのこのゴルフ部があったので、あの志が同じ仲間がいるので、その人たちと一緒に競技挑戦できたらいいなと思ってます、うん、いいですね、まあ、シングルもありますし、はい、ダブルスとかもね、うん、そうですね、あるんでね、はい、
頑張ってください。じゃあ1球ちょっとお願いします。はい、よいしょ。普段からこうドロー系っていう感じですか。まあ、曲がり幅がピッチングにしては若干大きいのかなっていうところは、そのクラブ軌道がまっすぐから少しインサイド側にちょっと強く癖は入ってるので、持ち球としてドローボールは素晴らしいことなんですけど、練習としてはやっぱり左に振ったりフェードボールが打てるように、なんだろう、バランスを調整できるようにしていくっていう練習も必要なんで、まあさっきちょっと課題でやったような練習もやってみてください。はい、はじめまして、こんにちは、名前はベイちゃんです。ベイちゃん、はい、ゴルフ歴は、ゴルフ歴は3年7ヶ月です。はい、ベストはいくつですか。ベストは91です。91、はい、はい、このゴルフ部での目標を教えてください。はい、まずは90ギリになります。そのためにはもう安定したまず、コントロールショットをしていきたいと思ってます。 OK です。じゃあ1球、はい、ショットの方お願いします。わかりました。うん、ナイスショー。まあ、今ショートアイアン打ってもらってまっすぐ飛んだショットなんですけど、少しまあ体重がやっぱり右に残るような足の使い方になってるんで、そこがしっかり左に乗り切ったようなフィニッシュ、まあインパクトの時ももうちょっと軸が左に来てるようになるとボールを低く押し出せるようになるんで、まあ練習はあの今日のテーマでやってる方でいうと、やっぱり右足売りに置いた時に低い球をねちょっと打てるような、体が起き上がらない打ち方、まあここがちょっと練習課題になってくるのかなと思いますんで、引き続き頑張ってください。